ヤンデイ水越です。今回はデートに使えるおすすめのお店を3店舗紹介していきたいと思います。デート店選びって難しいですよね。デートのお店を鳥貴族とかにはできないと思うんですよ。ぶっちゃけ仲良くなったら小汚い感じの居酒屋でもラーメン屋さんでも弥生軒でも行けると思うんですよ。ただ最初の1回目とか2回目とかの最初のお店選びって結構難しいと思わないですかね。今回はその解決策を3つ提示したいと思います。最初の頃のデートに使えそうなお店をコンセプトに動画を作っていきました。高級感がありすぎるお店だったり、美味しいけどこじゃれた雰囲気ではないお店などは覗いています。また過去に紹介したお店とかも覗いています。どのお店も超素敵なお店になっているので、ぜひ最後までご覧ください。どの3店舗も必ず行ってほしいというぐらい自信があります。では本編です。どうぞ。三つ星の公式 LINE ではお店のお得なクーポンを発行したり、三つ星のイベントを告知したり、 YouTube で紹介しないお店を紹介することがあります。よければ概要欄の URL をタップして友達追加お願いします。こちらはビールと羊さんです。場所は東梅田から徒歩5分です。路面店にあるお店で、場所はかなり見つけにくいと思います。中も見えやすくなっていて、とても入りやすい雰囲気になっています。外観はカウンターがずらりと並んでいて、奥にテーブルが何席かあります。いきなり横向き席は攻めすぎているなぁと思う方はテーブル席を予約してみてください。ビールと羊さんでは羊肉ですね、要はジンギスカンをいただくことができます。ちなみにめちゃくちゃ美味しいです。ここの羊肉がとってもとっても美味しいんですよ。今回はコースでいただいています。6600円のコースを注文しています。時期によってコースの内容は変わったりします。2023年の3月頃からメニューが変わっているので、そのメニュー変更後のものに関しては概要欄に載せておきます。ビールと羊さんではクラフトビールを製造されていて、そのクラフトビールをいただけます。またクラフトビールの飲み比べとかもできて、ビール好きな人はものすごくいいんじゃないかなと思います。今回は1650円のビール飲み比べも注文しています。ビールと羊さんのお店の羊は海外産のお肉も使ってるみたいなんですけど、国産の羊は国内流通わずか 1% 未満の貴重な羊肉を使っているみたいです。冷凍庫で仕入れをしつつ、食材の管理なども徹底することによって、硬いとか臭いとかそういった概念がない羊肉を提供できているとのことです。本当にその通りで、今までジンギスカン苦手だったんですけど、こんなに美味しい羊肉ってあるんだってなりました。羊肉は繊維が細かくて、焼きすぎると硬くなって美味しくなくなってしまうみたいで、そうならないように丁寧に店員さんが焼いてくれます。羊に関しての知識もしっかり教えてくださるので、料理によりワクワク感を感じれます。こちらは日本山梨県産のホゲットです。肉厚がしっかりしていて、獣感がなくてすごく美味しかったです。こちらはオーストラリア産のパスチャーフェッドラムです。完全放牧の牧草のみを食べる羊肉みたいです。それもあってか臭みとか癖とかがびっくりするぐらいないです。こちらグラスフェッドラム、ラムチョップです。あっさりヘルシーな味わいで、添えられているソースがピリ辛だったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。柔らかくてほんのりとするラムチョップの風味とぴったりのソースです。でですね、野菜がかなり美味しかったんですよね。羊の脂は甘めで、炒めた野菜と一緒に食べると美味しいです。野菜の質なんですけど、硬質に出しているレンコンなどを利用したりと、野菜のこだわりもものすごく抜群です。で、締めは2つあります。肉飯と麺になってます。羊肉とごま油を混ぜて炒めた鉄板焼きつけ麺が過去トップ3に入る美味しい麺の美味しさでした。もうこれは本当に美味しいです。旨味が爆発してて、また食べたいなって今でも思ってます。今までジンギスカンが苦手だった人もいけると思うので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。あとデートとか他にも接待とかにも使えるんじゃないかなと思います。ビールと羊さんでした。ぜひ行ってみてください。グルメインスタを本気でやってます。 YouTube では紹介しない店とかもインスタで紹介してます。概要欄のリンクからフォローしてね。はい、こちらはフレンチワインバーアンさんです。場所は心斎橋駅から徒歩3分から4分程度、近鉄難波駅から徒歩10分程度の場所にお店があります。ビルの中にお店があるので、エレベーターで上に上がってください。もうアンさんは最強です。去年だけで3回は行ってます。で、席はカウンターとテーブル席になっています。内観はグレーベースになっていて、無機質な雰囲気で洒落ているので、女子会にもデートにも使えると思います。アンさんでは美味しいワインやフレンチ料理をいただけます。
ます。フレンチなんですけど、フレンチに限らずパスタとかも食べれるようになっています。店主さんが料理が大好きみたいで、日々研究し続けているみたいです。シェアセットというのがあって、2人前で5000円で一品料理が何品か出てくるプチコースがあります。何を注文したらいいかわからないという方は、こちらをぜひ先に注文してみてください。シェアセットだけだと少し量が少ないかなと思うので、他にも単品で料理を注文できたらいいんじゃないかなと思います。こちらお通しのリエットです。もうお通しの概念を超えてくるクオリティで、ものすごくびっくりしました。お通しからかなり洒落てるなと思いました。こちらは季節のフルーツと生ハムを使ったサラダです。これがものすごく猛烈に美味しいです。生ハム単体でも美味しいのに、そこにフルーツの甘みなので反則技です。こちらカルパッチョです。ソースがかなり美味しかったんですけど、いろいろな材料が混ざってるみたいで、これが入ってる、あれが入ってるっていうのがちょっとわからなかったです。絶妙な味わいで美味しいっていう表現が正しいかなと思います。こちら超濃厚なトウモロコシムースです。こちら皮がパリパリで肉厚な鴨のローストです。これでセットで5000円なんですよ。もう安すぎだと思います。この時は追加でポルチーニだけのパスタも注文しました。これもものすごく美味しいんですよ。ポルチーニの香りがものすごく良くて、ポルチーニの匂いだけでもすごくいい香りですし、ポルチーニの味もものすごく風味があって美味しいです。ワインも色々とあって本当におすすめのお店になっているので、ぜひ大切な人と行ってみてください。こちらは大阪心斎橋にあるフレンチワインバーアンさんでした。ぜひ行ってみてください。ぜひチャンネル登録してグルメ仲間になってください。また高評価もよろしくお願いします。はい、こちらは天ぷらとナチュールメタさんです。場所は難波にあります。難波駅から徒歩5分から7分程度の場所にお店があります。看板があるんですけど、店自体はかなり奥まった場所にあって、お店は見つけにくいと思います。ここを進んでいくとオレンジ色の階段があるので上がっていきます。階段を上がっても工事現場のフェンスがあって、最初何かわからなかったです。実際にドアを開けるとライブビューカウンターありの工事現場コンセプトの店内が広がっています。他の店舗では味わうことができない冒険心をくすぐってくれる仕掛けが素敵です。こういった仕掛けがあるちょっと変わったお店とかが好きな女性もいるのかなと思うので、そういった女性はとても喜んでくれるんじゃないかなと思います。メタさんでは天ぷらや海鮮料理などの一品料理とナチュールワインをいただくことができます。ナチュールワインっていうのはオレンジ色のワインになっています。オレンジワインって言ったりもするんですけど、柑橘系の風味とかがするとかではなくて、精度の違いからオレンジ色になるみたいです。ナチュールワインはできるだけ自然な製法で作られたワインと言われています。結構辛口なんですけど、えぐみの少ない味わいで美味しくいただけました。こちらのナチュールワインぜひ飲んでみてください。こちらは白子の麻婆豆腐、白子のミルキーなコクと旨味がアクセントになっています。こちらはメタの缶詰、海の宝箱です。毎朝魚屋で仕入れて缶詰にしてもらっているらしく、見た目もいいしかなり新鮮で美味しかったです。天ぷらもいろいろと注文しました。レンコンチーズ、甘鯛、トウモロコシ、紅生姜、ワカサギ、イクラのフリットを注文しました。天ぷらある店に行ったら絶対に紅生姜注文するんですけど、今までの紅生姜で一番美味しかったです。甘みと塩味と酸味のバランスがとても良くて、すごく好みでした。あと甘鯛もかなり美味しかったです。確かに甘さを感じるっていうのもいいし、砂糖みたいな甘さっていうよりも食材から出る甘さっていう感じの甘さで、鱗がパリッパリに揚げられているので食感も楽しめてすごくいいです。トウモロコシの天ぷらは甘さが極限まで高められているのか、フルーツ化のごとく甘かったです。天ぷらはどれも美味しくて、塩もタレもほぼつけずに食べてしまいました。素材の味をものすごく堪能できた天ぷらでした。ローストビーフはかかっていたタレが酸味があって美味しかったので、ぜひ注文してみてほしいなと思います。ナチュールワインだけではなくて他にもワインもありますし、ワインだけではなくて他のお酒もあります。あとは天ぷらとか他の一品物もすごくあって、お店の作りが少し仕掛けがあって冒険心くすぐるような形になっていて、内装もすごくおしゃれになっているので、とても喜んでもらえるようなお店になっているのかなと思います。こちらは天ぷらナチュールメタさんでした。ぜひ行ってみてください。はい、大阪のデートディナーで使えるお店3選はいかがだったでしょうか。今回はジンギスカン、フレンチ、天ぷらでした。食の好みに合わせて、お店の雰囲気に合わせてお店を選んでみてください。またデートにここおすすめだよみたいなお店があれば、ぜひコメントで教えてください。必ず返信するのでお願いします。他にもデートに使えるお店とかたくさんあるので、どんどん投稿していきたいと思います。今回の動画が少しでも、ほんの少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。では今回の動画は以上になります。バイバイ。